行かないと死ぬぞ。行くぜ。
ったが。今お前を殺すための罪の一手だ。ドラグーンハウリング。この程度クラスターいらっしゃい。そこは不全勝負。紙がたくさん出てくるな。どこに仕込んでる。こことか、こことか。身ぐるみ剥がされてる。なんとかなんか。クラスター、よし。一生、ちゃんとしてるな。クラスター、よし。話にならないわね。華麗なやり方。クラスター安定します。僕がもう危険連射区砲撃中。高速で砲撃中。この程度か。クラスターやるガウド。覚悟もなしに立ちふさがる。さすがの死神もドラゴン戦は厳しかったようね。少し休んだ方がいいわ。全員な。次の出航準備は進めさせておく。頼むわ。ライフセット、あんたも。僕は平気。それより次こそクーマを見つけなきゃ。地脈点の場所もう一回調べてくるよ。B って結構頑固よね。
あんたのおかげでアジトの整備も順調に進んでるよ。昨日渡した開閉式の通気窓だがな、作り直させてくれ。お、なんで？もう取り付けちまったし、作り直すような不具合はなかったぜ。いや、帳盤を動かすときにわずかにきしむ音がした。風が吹いたらキシキシと不快な音を立てる。そのくらいどうってことないって。だいたい海風に当たってたら錆びてくるし、それよりもう少し大きめの鍋とフライパンを作ってほしいんだけど。ダメだ。あの通気窓が気になっているうちはまともな鍋もフライパンも作れん。わかったよ。通気窓も作っていいから鍋とフライパンも頼むよ。ついでにこの前作った侵入者撃退用の回転ノコギリ装置も直していいか。あれも？でもあれは満足の出来だって言ってたろ。そのつもりだったが、よく考えたら装置を止めるスイッチを作り忘れていた。直していいか。いいかじゃねえよ、直してくれよ。わかった。まずは通気窓。ノコギリが先だよ。
無理をしすぎるなよ、ライフセット。ありがとう。けど。僕がクーマを探せるかもって言い出したのに、全然ダメで。ねえ、アイゼン。精霊の力を強くする方法ってないの？お前には教えてもいいだろう。今、大半の精霊は意識を封じられて、大魔師に刺激される道具と化している。だが精霊は本来、人の祈りを受けて、人や自然に加護をもたらす存在だった。精霊は人間に祈ってもらうと、すごい力が出るってこと？そうだ。ま、中には加護が反転して不幸を与えてしまう俺のようなひねくれ者もいるがな。そうなんだ。でも僕に祈ってくれる人なんて。外れだったけど無駄じゃないわよ。対しぐれ用のオリハルコンが手に入ったし、ドラゴンとだって戦えることが分かった。ベルベット、次はどこに行けばいい？フィノースガンド領、ヘラビーサの北の方に大きな地脈点があるよ。分かった。アイゼン。俺はすぐに出発でも構わんぞ。私もよ。港へ行きましょう。祈りとは、崇めるという意味じゃない。精霊に向けられた、純粋な意志や感情のことだ。うん。僕はもう、祈りを持ってるんだね。目的地はヘラビーサの北、フォルデス遺跡のあたりですね。今までの情報と照合すると、クーマがいる確率は高いと思います。今度こそヘラビーサ港から向かうのが最善だな。前に大騒ぎを起こしたから町に入るのは難しいかもな。ベビック、ヘラビーサは今どうなっている？前に俺たちのボラードだった商船組合はガタガタだよ。けどなぜか清涼の管理も弱まってるみたいだ。救援物資は運ぶ不定の船があるみたいだから、輸送船のふりをすれば入り込めると思う。その物資を横流しすれば新しいボラードも見つかるはずだし。救援物資か。呆れた自作自演ね。だからこそつけ込む隙もある。そうね、その策で行きましょう。了解、速攻で用意するよ。エレノア、精霊の大魔師たちは刺激してる精霊に祈ったりしないよね？制約のこととは違いますよね。
制約って自分に特別な規律を課して限界を超えた力を得る術式でしょ。ええ、簡単に言えばそういうことになりますが、人の祈りを受けて精霊は人や自然に加護をもたらす。人間に祈ってもらうと精霊は強くなるってアイゼンが教えてくれたんだ。祈りと加護、そのような話は初めて聞きました。以前の私がそうだったように、精霊の大魔師にとって精霊は術技を使うための道具に過ぎません。やっぱりそうだよね。でも聖主カノヌシは別です。大魔師は皆聖主の大いなる力を信じ崇めています。そればかりかこの国の人々も聖主の救済を願っています。アルトリウス様の導きのもとに。あ、だからなんだ。某はカラクリに気づいたようじゃの。え？アルトリウスが聖霊を聖主教会の内部組織にしたのは、人間の意識をカノヌシに向けるためだった。人間たちがアルトリウスを英雄視したとしても、その向こうにカノヌシの存在を感じるように。世界中の人たちがカノヌシを信じて、その心が祈りが集まってるってことは、カノヌシの力は聖主教を人々が信じなくなっていたこの数百年間とは比べ物にならないほどに高まっていると。そうじゃろうの。制約も祈りも加護も傲慢化も、この世の沙汰は心次第。心とは実に便利で難儀な魔法の力じゃ。私たちは本当に世界すべてを相手に戦いを挑もうとしているのですね。エレノア、そんなに困った顔しないで、頑張って強くなるから。僕を信じて。僕だって精霊なんだから。ライフセット、なんだか急に頼もしくなりましたね。そうかな。そうやって照れるところは可愛いですけどね。どうしたの？顔が赤いわよ。え、そんなことないわ。アイゼン、手紙をもらうってどんな感じ？なんとも思わん。むしろいらんな。こんなものもらっても嬉しくもなんともない。え？これは亀人からの請求書だ。どうした？お前も手紙が欲しいのか？うん、僕には手紙を送ってくれる人も手紙を送る相手もいないからね。ライフセット、あなたにお手紙ですよ。え、本当に？誰からだろう。差出人はビエンフ？イエース、僕からでふよ。そろそろ手紙が欲しくなる頃だと思ってしたためておいたでふよ。嬉しいでふか？あ、うん、ありがとう。では僕が読んであげるでふ。ハイキ、精霊ライフィセット様、貴殿ますますご清聴のこととお喜び申し上げます。小生もおかげさまで変わらぬ日々を過ごしております。ビエンフーって普段はあんなだけど本当はしっかりしてるんだな。マギルー姉さんの衣装のアイロン掛け、ボタン直し、お帽子と長靴下の手洗いが日課なのはご存知の通り、先日などマギルー姉さんに最近お腹のお肉がいささかふくよかではないかと忠告申し上げましたらば、館中軒下に逆さずりにされ、危うく星のるみになるところでございました。あまりの辛さに小生頬を伝う涙を止めることができませんでした。ビエーン、やっぱりビエン風はビエン風なんだね。というか自分のことしか書いてない上に自分で手紙を読んでますし。でもありがとうビエンフ、手紙っていいものだね。貴殿の優しさにまた泣けてきたでふよ。ビーン。
ヘラビーサへの届け物は全て積み込みました。あれだけ積めば疑う人はいないでしょうね。新しいボラードに心当たりはあるか？どこの誰ってのは分かりませんけど、最近はヘラビーサの漁師の羽振りの良さが目につきますね。漁師か。救援物資に燃料と浸水を多めに入れておけ。浸水は琥珀浸水の12年ものですよね。ヘラビーサの船乗りは琥珀浸水に目がないそうで。ダイルの情報か。抜け目ないな。情報量だと一本持ってかれましたけど、多めに見てやってください。みんななんだかんだで一目置いてるんです。二本目を持ち出したら大目玉だと伝えておけ。はい。こっそり抜かれないよう目を光らせておきます。